guys! モンスタージョン TV! 始めました、モンスタージョン TV! 元気があれば何でもできる、元気があればウルージになれる、そんなあなたは、インガスタラ仕事でやっていきましょう。今回はですけども、前回のね、この関東からシリーズでの、もうとんでもない神回に続く、やっばーい超絶やっばーい神回でございます。もうね、ラフテルの場所結構ね、大手かかってきたんじゃないのかっていうぐらい、もうめちゃくちゃやばいヒントに気づいちゃいました。というのがね、こちらのジャンプでございます。今回ね、こちらね、関東カラーでございますよ。で、前回の動画でもお話をしておりますけども、関東カラーっていうのは意外と、まあ、ヒントがあったりするのではないのかということで、まあ一個ね、僕はそのヒントについて、まあ、気づいて、で、それ動画出してて、でも、まあ、まさにね、もうその通りになってるんですよ。そのゾロ先輩の鎌の流れだったりとか、まあ、もろもろね、それについてはぜひともこの動画を見ていただけたらなと思いますけども、この動画を見ていただければ、この関東カラーの重要性っていうのが、まあ、見えてくると思います。そして、前回の動画でございますよ。まあ、まさに今回の関東カラーについての動画を出しております。ここから見えてくる点でございますけども、まず、海賊の楽園、海賊島八の巣でございます。これが、どこにあるのか。新世界のどこにあるのかっていうのが見えてきたっていうところと、黒ひげでございます。まさに今ね、海賊王になる一歩手前でございます。もうまさに一歩手前です。さあどうなるのかっていうことで、そういったようなところが、まあ、見えてきた。なぜ見えてきたのか、そういったヒントについて、まあ、全て、まあ、この前回の動画でね、出してるんで、これぜひとも見ていただけたらなと思いますけども、それに続く流れでございます。今回はラフテルの場所が、まあ、もう一気に見えてきたっていうね、流れになっております。そもそもこのラフテルについてでございますけども、まあ、ずっと僕考えていた流れっていうのは、ラフテルはまあ、動いている島だっていう風に僕は考えているんですよ。まさにこの動きでございますよ。まあ、動いているような島だと僕は考えていて、で、そもそも今までのまあ、そのラフテルについての情報とかを考えていくと、まあ、確認すらまあ、簡単にはできないような島っていう風に言われているわけでございますよ。で、それっていうのが言うのであれば、まあ、隠されているというか、隠れているからこそなんですよね。さらに見えてくるところとしては、このラフテルが一箇所に今留まってるものではないっていう、普通の島ではないっていう流れなんですよ。もしも一箇所にあれば、一回誰か行けばそこに何度でも行けるわけじゃないですか。だけども、まあ、そうではない、他に全然誰も行けてないっていうところは、この島が特殊な方法で行くような流れになっていて、さらには場所もずっと変わっている、さらにはこの場所を確認することすらできないっていうような流れがあると僕は考えているんですよ。じゃあまずなぜ確認できないのか、これというのがまさにこの移動してるからこそ、そして移動しているとはいえども、もしも目の前で移動したとしても見えないと思うんですよ。なぜならば、この移動してるものでございます。多分超巨大な竜だと思います。もう最近ワンピースね、思いっきり竜っていうものが前に出てきたわけじゃないですか。こんなことってね、普通にやっぱないですよ。もう思いっきり竜大事だよってことを言ってくれてるわけでございますから、ここはしっかりと、まあ、ピックアップしていかないといけないなって考えた時に、このラフテルにこれがまさに繋がってくるのではないのかなんて僕は考えるんですよね。だからこそ僕が考えるところとしては、まあイメージ的にはゾウ、ズニーシアだよね。ズニーシアみたいに、まあ動いてる島というかね、まあ都市を結局はね、ズニーシアは抱えてずっと動いてるわけでございますから、それ的な流れで、まあ竜の背にラフテルがあるのではないのかなんて考えるんですよ。で、もしも竜だった場合、モンキー D ドラゴンがバルティゴを隠してたみたいに、同じことがラフテルを乗せているであろう竜もできる。要するに竜の特性として、まあこう島を隠せるとか自分を隠せるっていうような、まあ能力があるのではないのかなんて考えるんですよね。イコールモンキー D ドラゴンっていうのはガチの竜だったりとか、まあそういった能力者であるっていうところも見えてくる。竜だからこその風イコール天候だったりとかを操れるっていうのも見えてきたりとかね、そういったところにもこれ繋がってくるわけでございますけども、これを踏まえた上で今回のこの関東カラーでございます。これめちゃくちゃ面白くて、で、前回に関しては、まあ今言ったみたいに、この黒ひげの流れっていうのが、まあ見えてきたっていう話で、さらに実は違うこのラフテルの流れが見えている、それというのがフランキーでございますよ。前回はあえてフランキーには触れなかったんですけども、フランキーの T シャツにとんでもないことが書かれているんですよね。それというのが、まあ読める限りで見ていくと、ウォークバックはうわーなんでしょうねっていう感じで、まあ止まっているわけでございますよ。で、まあこのまま、まあストレートにこれ読んでいくのであれば、ウォークバックはの
なんだよね。ウォークバック和の、ほうほうほう、歩いて和の国に戻るのっていう話なんですよ。で、これ気になるのが、まあ今見えてるところだけを読むと、まあちょっとこういったような一文になるわけでございますけども、上でございますよね。手がね、邪魔でちょうどね、これ読めないんですよ。これなんて書いてあるんだろうなってこう見ていくとね、結局もう3文字しか映ってないわけでございますよ。何なんだろうって考えた時に、いや待てよと、これってこのまあ前後の文字が本当はあってで、で、まあ、フランキーの手がそれを隠しているとも取れるけど、そうではなくて、そもそもはそこは関係なくて、今出てる文字だけを読むべきであるっていう風に考えたら、まあ、さらにこれちゃんとした一文が出来上がるんだよね。それというのが、We are walk back one なんですよね。要するにこのフランキーの T シャツの上に書いてあるところがね、We are なんですよね。We are を We are っていう風に読んでいくと、まさにこの一文、We are walk back one っていう風になってくるっていうね、意味としてはそのまま私たちは歩いて和の国に戻るっていう風に繋がってくるんだよね。ちょっとこれに関しては意味わからないですよね。なぜ和の国に戻るのか。で、流れ的にですけども、まあ、彼らは今からグッドプレイスに行こうとしてます。で、このグッドプレイスは、実はグッドプレイスではなくて、もうめちゃくちゃ最悪な場所だ、地獄だっていう風に、まあ、僕は考えているんですよ。まさにそれというのが、まあ、前回の動画でも出した流れでございますけども、この看板に書かれている流れだったりとか、まあ、もろもろ読み解いていくと、彼らはこれからグッドプレイス、それイコール海賊の楽園、海賊島八の巣にまあ行こうとするんだけども、そこには地獄が待っている。なぜならば黒ひげがいるからこそ、そしてそこでバトルのではないのが、まあ地獄ですよね。そこからのまあそこの一難去ってからのまあ何か情報を知るかもしれませんね。その情報を知ったことで和の国に戻るのかもしれない。なぜ和の国に戻るのか、そしてなぜこの海賊の楽園、海賊島八の巣に黒ひげがいるのか。これというのは黒ひげはここで滞在してるわけでございますよ。まさにエンドオブザシーでここに書かれている海の終わりにこの蜂の巣があるわけでございますよ。ここで黒ひげがいるということはもうまさにラフテルを除いた最後の島に黒ひげがいるという風に見えてくるんですよ。要するに黒ひげはラフテルへの行き方が分からずにここで滞在してるって話なんだよね。そしてルフィ君たちが行きます、ぶつかりますからのルフィ君たちは何かを知って和の国に戻ります。なぜ和の国に戻るのか。和の国といえばでございますけども、繋がってくるのが竜でございますよね。カイドウさんいるわけじゃないですか。竜でございますよ。和の国と竜っていうのが結構繋がるところが多いんですよ。もしかしたら和の国で竜の背に乗ってラフテルへ行くのではないのかなんて僕は考えているんですよ。これまさに極論でございますけども、要するにラフテルへ行く方法っていうのは和の国にあるって僕は考えているんですよね。ってなってくると、このフランキーの T シャツに書かれている流れが繋がってくるわけでございますよね。 We are walk back 和のっていうね、なぜ和の国に戻るのか、その理由こそがラフテルへ行く方法が実は和の国にあるからなのかもしれない。その理由こそがまさに竜でございますよ。そして天竜人がなぜ竜にこだわるのか、その理由っていうのがまさにラフテルへ行く方法っていうのが竜が鍵になるからこそ、だからこそ天竜人はそこにこだわっているわけでございますよ。だからこそ和の国に戻るっていうね。いかがでしたでしょうか。前回に続き今回のとんでもない説、まさに信じるか信じないかはウルージ次第でございます。これに関してはほんと前回の動画をねぜひとも見てほしいんでね、この関東からのやつはねみんな見てくれたらなと思います。関東からねいろんなヒントがきっとあるのではないかと僕は思いますんでね、改めてみんな見てくれたらなと思います。ちなみに最後に爆弾もう一個投げていきますね。今言った流れでいくと、まあ竜の背に乗ってまさにバカでかい竜の背に行くわけでございますよ。ラフテルでございますよね。もしもこの通りに行くのであればみんながね竜の背に乗っていくわけでございますけども、そんなこと本当にあるのかって話ですよね。見てくださいこの画像を見てください。どうですか、関東カラーでございますよ。この関東カラーがまたやばいんですよ。みんな竜に乗ってるわけでございますよ。青い竜、青い竜ちょっと待って、これカイドウに乗っていくなんてアホな話あんのかな
カイドウって一応青い竜って情報出てますからね。これというのがですね、本で、あったこれでございますね。これ光が強くなったからね、飛んでる、画像出ししますこれ見ていただければわかりますけども、カイドウは青い竜でございます。うわ、まんまだな。自分で言ってて鬼だな、これ。あー、まんまだね。まんまだ、まんまミーアだね。はい、ということで、ルフィ君が思い切り竜に乗って、ね、まあ、みんなと一緒にね、どこかへ向かっているわけでございます。どこでしょうね。ラクテルなんですかね。ということで、この辺で締めていきましょう。最後になりますけども、これはね、マジやばいから、みんなグッドボタン鬼ほど押してくれたらなと思います。そして、前回のこの関東からの動画にもね、思い切りグッドボタンをロロロロロってね、こう押してくれたらすごく嬉しいです。ぜひともね、私のツイッターもね、フォローしてくれたら嬉しいです。その際にね、ジョンさんフォローしますよって一言言ってくれたら僕もフォロー返しますからね。ツイッターの方でもがっつり絡みましょう。それでは最後になりますが、じゃんけんタイム行きましょう。最初はグー、インガザラシということでグーでした。また次回お会いしましょう。See you next time!